皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは働くの本当の意味と人気教室のコンセプト作りの共通点ということについてお伝えしてみたいと思います。漢字の働くっていう字は皆さんもね、もちろんご存知な字だと思うんですけれども、人偏に動くという字を書いて、働くっていうことになるんですけれども、いろいろな言葉でね解説している方いらっしゃっていて、人偏だから人のために動くと書いて、だから人のために動くことが働くことなんだよっていうふうに、言っている方もいらっしゃいますし、働くっていう言葉を、旗の人を楽にするっていう意味で、要はこれも人を楽にするっていう意味で働くっていうふうに言葉をね解説しているということですよね。だから誰かのために動くことが働くっていう言葉として解釈をされるんですけれども、この働くっていう意味が一つあって、それと人気教室のコンセプト、コンセプトって何なのっていうと、教室全体に一貫して通じている概念ということをコンセプトっていう言葉で表すんですけれども、それを作る時にですね、この働くっていうことを分かっている、無意識的にでも有意識的にでもですね、分かっている教室とそうでない教室は人気教室になるかならないかぐらいの差が出てしまうというお話なんで、今日はその働くと人気教室っていうこの2つの関連性の共通点ですね、こちらをちょっとお伝えしてみたいというふうに思っております。はい。で、先ほどちょっと働くっていうお話をしたんで、じゃあ今度人気教室と人気でない教室って何が違うのっていうことを、じゃあ先にお伝えするとですね、人気教室っていうのは大抵その喜んでくれる誰かのために講座とかコースとか作っているケースが多いです。ただ稀に、自分の好きなことを好き勝手にやってたら、みんながそれを習いたいって言って勝手に人気教室になっちゃったっていう例もあります。だけれどもそれを全員がやって教室がうまくいっちゃうんだったら、世の中ってもうそれこそ人口分教室があってもおかしくないじゃないですかぐらいの勢いになりますよね。だけど現実的に人気教室の先生のところに人がわんさか行って、不人気な教室のところに人が全く来ないっていう現象が現れてしまうんですよね。でそこの根底になるのは何なのかっていうと、やはり、自分がやりたいことはやってもいいんだけれども、その誰かにやっぱり喜んでもらえるっていうことをきちんと探した上でやりたいことをやってるかどうかっていうことが多いケースがあるんですよ。で、なんでこんな話をしているかっていう と、新規開業の方のご相談に乗ることが多いです、最近。そうすると、これから教室を作りたいんです、やりたいんです、それが最近はそうですね、主婦の方っていうよりはお仕事持ってる方がお仕事を辞めて一本化したいっていう方が多いかなっていう印象になります。一本化したいっていうことは、それが会社員なのかパートなのかっていうのは別としてですよ。収入源はそちらを得ながら自分の好きなことをやりたい、だからこそっていうことはもしかしたらあるかもしれないんですけどね。他でお金は稼いでるんだけど、好きなことをやりたいから教室をやるっていうことは、好きなことをやりたいですよ。悪いかという話なんですけど、悪くないんですよ。悪くないんですけれども、お金を払う側の立場になってもらったら多分わかると思うんですけれども、お金を払う側は自分が満足するようにサービスを提供してくれるどっかにお金を払えばいいだけなんですよね。でそこと、じゃあその新しく先生になりたい人がやりたいって言ってるものと、買いたいって言ってるものが運よくめでたく合致すれば、講座として成り立つんですけれども、この人がどんなに熱く語って、どんなにやりたいやりたいって言っても欲しくないですっていう人が山ほどいたら、ただ単に言っているだけで、教室として成り立たないんですよね。そう、教室業としてお金をもらってるわけではないからです。
だからこの時に何が必要になるかっていうと、教室業を考える、運営していく上で、その働くっていう言葉、まあ、それが働くっていうことになるんですけれども、誰かが楽になることないしは、その人のために動くこと、だからどちらかっていうと自分が自分がっていうのが前に出るよりは、その誰かにとって役に立つように、講座を作ってあげる方が、商品としては売れます。でこういう話をするとですね、いや、私が、こういう部分で苦労したから、それをもっと楽にできる講座を作ったから、そういう人たちにとっては嬉しいに違いないっていうふうに言うんですけれども、あの確かに嬉しいに違いないかもしれない。だけれども、もしあのご自身の経験値があまりにも特殊すぎる経験を持ってた時には、その再現性っていうことを考えた時に、そもそもそんなに特殊な人間ってどんだけいますかっていう、人ってどんだけいますかっていうところになってしまうから、全く同じような境遇の人を探すのが難しいほど特殊な経験をしてしまっている場合には、この助けてあげたいっていう人もめちゃめちゃ絞られてしまう可能性があるんですよね。まあ、それがだからやりたいことっていうのであってはいるんですけど、欲しい人がめちゃめちゃ少なかったら探すのがすごい大変になります。探すのがすごい大変になるっていうのは、日本全国ないしは全世界どこでもいいんですけれども、その経験値とか講座を欲しいっていう人を自分が発信をすることによって引き寄せないといけないわけですよね。自分で一人一人を見つけていくわけにはいかないので、多分こういうものなら欲しいですかみたいな状態で来てもらうしかないんですよ。でその時に自分が好きです好きですって言っているだけで集まればラッキーなんですけれども、大概難しいから集客できないっていうのが教室の先生の教室業の一番の悩みになっちゃうんです。なので、まあ、私が提案したい、まあ、順序っていうかですね、まあ順序、まあ順序って言えばいいのかな、あの少しこれから夢を持って開業したい人には残酷な話をするかもしれないし、私じゃないタイプのコンサルタントの先生とかになったりすると、もう好きなことを仕事にしているうちにもうそれがマニアックな領域で、とにかくガンガン言ってれば同じようなことを好きな人がいて自然と人が集まるし儲かるよっていうようなタイプの方もいらっしゃるので、それも否定はしません。だけれども私は開業当初だったら自分のやりたい爆裂すること思いはちょっと抑えて、でもその時の世の中で求められるもので売りやすそうなもので自分が嫌すぎないレベルのものだったら、そっちでまずは集客をする、そしてまずは生徒を集める、収益化する、でその収益が回ってきた頃に本当にやりたかった講座をリリースすれば、それ外れても痛くないんですよ。すでに収益も立ってるし、あの内容としてできちゃってるから。でその例えば離れたかった、会社とかパートっていうよりは、まだめちゃめちゃ嫌いなことやってるわけじゃないですから、好きなことの領域の中のそこまで熱は高くないけど売れそうな商品っていうものがあったとしたら、働くっていうことを考えてもですね、人のために動くっていうことを考えても、そちらの方が勝手に人は集まってきやすいですよ。で私自身が実際にそういうことを何個もやっていて、集客がうまくいき続けてる大きな要因の中に、自分がやりたいことはもちろんやってます、やってるんだけれども、人に喜ばれてかつトレンドで売れるものというところにフォーカスした講座作りもやっていたりとかしています。はい。なので例えばパン教室を運営していた時は、低糖パンのクラスとか低糖スイッチのクラスがその領域です。どちらかというと私はそれを作れる知識があるから教えているんですけれども、めちゃめちゃ低糖パンがすごく好きかっていうと普通です、私の領域は。
確かに、まあ、痩せるっていうところから言うと魅力的なパンではもちろんあるんですけれども、もともとは糖質制限の人のためにあるパンで、私はそれを糖質制限の人も使ってもいいけど、まあ、ダイエット、プチダイエットに使えませんかっていう領域でちょっと美容系の方に振ってパンは教えていたんですけれども、特に宣伝告知とかあんまりしなくても、ホームページのウェブサイトに書いて置いとけば予約が入るし、今私コンサル業に移ってからもう6年以上経ってるんですけど、要はウェブサイト、パンのウェブサイトの更新6年近くやってないんですが、2月に1遍ぐらい申し込みが入ってくるんですよ、問い合わせとして、低糖パン。だからそういう講座ってやっぱり困っている度合いが強い領域の職なので、申し込みたい人はやっぱり申し込んでくるから、これは自分の好き嫌いに関わらず働くなんですよ。人のために動く、人がいいなと思う、喜ばれるものを自分が教える、伝えることができるから商品にしている。だから私の講座の中では一番高い、1番か2番に高い料金の講座がテトパンの講座でした。はい。で、もっと言ってしまうと、そもそも論の、話になっちゃうんですけど、パン教室はですね、コンサル業で教室の先生を集客で救いたかったから、その教室運営を自分がやって教室を成功させた状態でコンサルになるために作ったのがパン教室だったんですね。だからその領域から言うと、パンは私普通なんですよ。そんなにめちゃくちゃ好きとかいうわけでもない。だけれども、自分の教室だったら集客の失敗とかも全部自分で引き受けることができるので、誰かにさせてやるっていうことをしなくてもですね、やれるから、もう失敗し放題なんですよ。だからいっぱいチャレンジしたし、うまくいくケースとうまくいかないケース、あとどういう広告ならお金を無駄に使うことになっちゃうのか、全部自分で体験してやってみたっていう、それをまあお伝えしながらさらにブラッシュアップした内容でコンサルをしているっていうのが私の領域だったんです。だからそもそも 5年とか6年とか、本業をするための手前の教室業を旗を楽にするために働いてるんです。だからまあ、それが多分おそらくうまくいき続けてる秘訣なのかなというふうに思っているんですね。だから仕事はもちろん私は趣味化しているし、趣味が仕事で仕事が趣味っていう言葉もよく言っているんですけれども、仕事っていう字って、ことにお仕えする、ことに仕えるっていうふうにも書くんですね。だからことっていうのが、まあ、喜ばれることにお仕えする、だから自分自身が喜ばれる存在になるっていうことでもあるんですね。なので、私は教室の先生はね、ちゃんと収入も得て稼いだ方がいいっていうことは言っているタイプです。だけれども、その前提はですね、商売として成り立つためには喜ばれないと、喜んでお金って入れてもらえないとダメなんですよね。だから搾取型の稼ぎ方では長く事業が続かないということになります。だからそういった意味から考えてもですね、私これやりたいんです、やるのが夢だったんですっていうのをひたすら語る人は要注意です。自分の、夢を叶えるためにお客様はお金を払ってくれるわけではないからです。そうじゃないですか。 ね、例えばあなたに何かね、夢があって、その、ね、夢をじゃあ、ね、実現してくれる誰かがパトロン的にお金をポンって出してくれるわけじゃないじゃないですか。自分は自分の夢を実現したいから、その内容に近いもの、例えばそれが習い事なのか、まあ、グッズなのか何のか分かんないんですけれども、そのためにお金って払うじゃないですか。世の中ってそういうふうにできてるから。なので、まあ、その求められる度合いが強ければ強いほど集客は楽になるっていうことなので、開業初期はそちら寄りにやっても、で、回ってお金稼ぐようになったら損してもいいから本当にやりたかったことをやる。私はこの順番がいいなと思っているし、この順番をクライアントさんに勧めて、本当に喜ばれるものと、
売れそうなものですね、このトレンドを掛け合わせて事業を作った人は案外自分もそれが好きになっちゃったりとか、想像以上に人が喜ぶから自分も嬉しくなっちゃって、ですごくすごく売れた時に別にもう失敗してもいい、片手間でもいいっていう、本当に好きだった自分のことをやったらそれがまた爆発しちゃえばラッキーじゃないですか。で、損してもいいんですよ、本業がうまくいってるからっていう、そういう領域がいいなというふうに思っているので、今日はそんな話をさせていただきました。ということでまとめていきたいと思います。働くの本当の意味と人気教室のコンセプト作りの共通点、それは旗を喜ばす、旗を楽にする、人のために動くという気持ちがあって運営してるかどうかということになりますので、ぜひこの点もチェックしてみてください。それでは。